さんどうもこんにちは。乳酸菌は世界を救う、うぷ主のミーです。ダイオバンバン、フランです。なんかもう疲れているマリサだぜ。ということで本日も、バンバンの続きから実況していきます。前回はナブナブに何かが起きたんだったな。え？なんとか不倫。何か言いに来たみたい。何が言いたいのかわからないけど。立ち去れてって言ったのに立ち去らなかったからじゃないか？え、ごめんなさい。あ、許してくれたみたい。許してくれたのか？え、待ってその構えまさかまた精神世界に。生えてない。一番先に驚くところそこかよ。普通にバンバンファミリーたちが乗ってるんだけど。どういう状況？この声怖いからやめて。まあ仲良くしようよ。ちょ、落ち着け、運転に集中してくれ。運転中のよそ見は危ないという教訓でした。そしてまたクラゲになってるし。なんだこの巨大な足みたいなの。これいつ戻るんだろう？戻ったとしてもさっきいた場所とは関係ないところに飛ばされているんだろうな。お、戻るよ。バンバリーナ先生、ジャンボジョッシュに倒されたと思ったら無事だったのか。大きな緑の男、ジャンボジョッシュが監視しているってことじゃないか。監視している中、気づかれないようにここを脱出しろと。とりあえず、いろいろ部屋を探索してみるしかないね。バンバリーナとナブナブは危険がないみたいで安心だぜ。あ、もしかしてあの二人ジャンボジョッシュに捕まってたんじゃない？なるほど、ここは一緒に脱出しようってことね。このブロックのせいで先に進めないか。え、何？何が来るんですか？やべえ、ドアを開けっぱなしにしている。これ全部元の状態に戻した上で着席しないとダメなんだ。本当だ。やったー、私の大勝利。やっぱりジャンボジョッシュの部屋だったんだ。見つからないようにするのは大変だったぜ。無事脱出できたので、テープを拾って、バンバリーナ先生を見送って、一緒に出てきてたんだな。テープを再生。あれ？なんか子供がいるね。もしかしてこの子供は主人公の？この時点ではまだ無事だってことだよね。とにかく先に進まないとわからないから新エリアに来たよ。これまた一筋縄じゃいかなさそうな部屋だぜ。タルタバード？あの発狂バードとは違うの？同じでしょ。適当だな。化け物よりお化けよりもこれが一番怖い。落ち着け。数学恐怖症のうぷ主に代わって得しかねえか。ありがとうマリサ。ヒントから卵1個が1、オビラバードが4、タルタバードが2だとわかる。それを元に計算して。はい、これで謎が解けたぜ。持つべきものはお金と優秀な仲間だね。いやー助かった助かった。お前ら何してたんだ。そしてここでまたまた新キャラ登場。新キャラ、なんか雑じゃない。バルディにもこんなやついたな。あれ？動かないね。衣装なしで動かされるべきじゃない。あ、帽子だ、帽子が足りないんだ。なるほどねー。じゃあ今からあの棒切れの帽子を取りに行けと。ああ、あいつが動かないと多分先には進めないだろうしな。それじゃあさっきとあの子の帽子を探しに行こう。え、なんですか？ああ、なんかいるよ。なんだよあのでかいの。まさかここに来てボス戦。あれ、なんだろう。わかった、ドローンを使ってスイッチを押せってことじゃないの。え、あいつ、よく見たらカメレオンじゃないか。長いベロを伸ばして攻撃してくるんだよ。それを避けながらドローンを操作しろってことか。また何かに気をつけて作業しなきゃならないんだぜ。さっきのジャンボジョッシュでうまくいったんだし、今回もサクッとボス倒せるでしょ。でもさ、スイッチの隣になんかイカみたいな絵が描いてない？と言いながら落ちました。とにかくまずはスイッチを押してみろ。あのベロが来る前になんとか。いやそこで止まらないでー。時間制限がないんだ、落ち着いて作業していけばいい。わかった、一つ一つやっていこう。あ、これ、イカじゃない。ロケット花火だろ。
ドローンでスイッチを押すとロケット花火が出てくる。ねえ、この花火あのカメレオンに食べさせるんじゃないの？おお、フランの言う通り食べさせたら爆発した。ボスの攻略法がわかったな。これはあと何回か繰り返すんだよ。攻略法がわかればもうこっちのもんだ。打倒ボス、行くぞー。皆さんどうもこんにちは。温泉に浸かりたいウプ主のミーです。温泉か。私もたまにはのんびり浸かりたいぜ。はぁ、いい湯だった。おい霊夢、お前温泉入ってきたのか。そんなわけないじゃない。温泉に浸かっている気分を想像で味わっていたのよ。むなしい。ということで今回は温泉に全く関係がない、もっと紹介やっていきますよ。この最初の小話で関係があること話してる方が珍しいぜ。で、今回紹介するモッドはどんなモッドなの？なんか急に雰囲気ガラッと変わったぜ。今回ご紹介するモッドは、ヘロブラインモッドだよ。ヘロブラインって前回の、あいつのモッド。私も実際にどんなことが起こるモッドなのか知らないから、今回は3人で何が起こるのか体験してみよう。まったくお前もとんでもねえモッド見つけてきたもんだぜ。それではまず最初に、このモッドに必要な建造物を建てます。建造物、どんなやつなんだ？ただの置物みたいなものだよ。あ、ヘロなんとかさんトーテムだって、ヘロブライン。そう、このトーテムを今からやるように置くんだ。金ブロックが必要なのか。こんなことに使わないで家に置いておきましょ。今回の動画ここで終わっちゃうよ。その上にさっきのトーテムとネザーラック。これでてっぺんに火をつけたら完成だよ。随分と簡単なのね。うん、すごく簡単でしょ。おい、トーテムの目の色が変わったぜ。これでこのワールドはヘロドリンさんが暴れ回るようになったよ。誰だよヘロドリンって。でもどんな風に暴れ回るのかわからないんでしょ。うん、どうやって出てくるとかまだ知らないよ。とりあえず前回みたいに歩いてみたらどうだ。あ、そうだね。もしかしたら急に出てくるかもしれないし。一応何かに備えて鉄の装備と鉄の剣を持ったよ。前回みたいに攻撃してこないとも限らねえからな。ここで出てくるヘローキティは前回の人とは別人。白い猫は出てこねえよ。うん、前回の人はいい人だったからね。でも今回は同じヘロブラインでも違うってわけだな。まだ何も起こる様子がないわね。まあ何も起こらないことが一番いいんだけどな。じゃあ何か起こるまで意味がわかると怖い話をしてあげよう。やったー、聞かせて。うわ、余計にヒヤヒヤするぜ。夜中に、首はいりますかって電話がかかってきた。ペットなんて飼ってなかったから、いりませんと断った。電話を切った後、目の前が回った。でんぐり返しでもしたのね。首が取れたんだよ。首輪じゃなくて、首輪って意味だったんだ。それにいらないって答えたから首を取られちまったんだよ。首は大事にしようね。何この音。うわぁ。ウプ主が突然高く飛んだぜ。あれ、今後ろに誰かいたよね。どうして突然あんなに高く飛んだんだろう。首はいりませんか。首はいります。やっぱり首のせいで飛んだのね。首関係ねえよ。なんか変な音がしてからあんな現象が起きたから、音が鳴ったら何かが起こるのかも。ああ、その可能性は十分にあるな。ってことは音に注意して眠っていればいいのね。誰が寝ていいって言った。もう、次はいつ来るの。全然予想できねえ。聞こえる、来るわ。なんやこいつら。うわぁ、村人が白目。こいつら一体どこから出てきやがった。ちょ、体に火だー。やばいやばい、水。今の村人なんだったんだよ。鶏もびっくりしてたわよ。そりゃあんなの突然出てきたら誰だってびっくりするよ。なんだか笑っているようにも見えたぜ。きっとまたあんな奴が出てくるから気をつけた方がいいわね。もうちょっとゆっくり出てきてくれたらいいのに。あー、また音よ。今度は一体なんだ。また黒い煙だ。あれ、あの鳥こっちに来てない。おい、待ちやがれ。なんか鳥語で話してる。いや、がっつり日本語だったぜ。いた、何すんのよ揚げ鳥。これはファミチキだ。すごくどうでもいい情報を残して倒れました。で、また音だ。黒い煙だけ残して何もいないわ。突然飛び上がったり、村人が出てきたり、温厚な鳥が攻撃してきたり。このモッドは一体何なんだろう。あれ、牛の様子も何かおかしくねえか。木に登っているところが目だよ目。あの牛は腐っててきっと食べられない牛だよ。食べられるか聞いてんじゃねえんだよ。あいつらもさっきの音のせいでこうなっちまったのか。ええ、牛が牛なんて鳴くはずないもの。でもこの牛くんたちは攻撃してこないね。ってことは動物によって攻撃するやつとしないやつがいるのかもな。めっちゃ首振ってた。でもこの牛たちは攻撃してこなくてよかったわ。牛くん、目を覚ませ。
突進して目を覚まさせるやつがいるか。毎回あんな牛くんみたいな温厚なのが出てきてほしいね。音。ああ、ヘロブライン。とうとう出てきたわね。相変わらずすぐに消えちまうぜ。あいつは出てきても害はないのかな。いやわからないぜ。もしかしたらあいつが動物どもをおかしくしているのかもしれねえし。まったく困ったやつねー。しばらく歩いてるけど急に音が鳴らなくなったね。一体どういう風の吹き回しかしら。でも気を抜くなよ。今なんか一瞬見えなかった。うん。確かにここに何かいたよね。水に入ってなかったらもしかして。こうなったら何パターン驚かし方があるのか見てみたいよね。来た。そういった瞬間に来るスタイル、嫌いじゃない。大嫌いだ。驚かすだけならいいわよ、驚かすだけならね。あ、マジで。やっぱ嫌だわ。でも体に火をつけたり動物に襲わせるのはダメだね。ああ、それで突然出てこないで出るって言って出てこい。あと次どんな風に驚かすかあらかじめ教えて。わかったな、ヘドロスペシャル、ヘドロスペシャル。あれ、全然出てこなくなった。ちょっと言い過ぎたか。じゃあ、出たー。え、真っ暗。ちょ、何これ、どうなってるの。あのヘドロスペシャルね、やってくれたわね。早く視界戻ってくれ。じゃあ、ゾンビー。なんでこのゾンビども昼間なのに開けねえんだ。きっとこいつらもヘドロに汚染された特殊なゾンビなのよ。特別。くぅ、まさかヘローブラインさんこんなことまで。ここらの木もなぜか燃えてるぜ。まさか目くらましされてゾンビと火の攻撃を受けるとはね。なんとか助かってよかったぜ。ああ、クタクタだ。何しに来た。ビビらねえだと。じゃあ、あいつ人の装備を脱がした。ウプ主だって一応女子なのよ。ひどいじゃない。お前もひでえよ。許さん。絶対に許さん。どこだ。出た。よっしゃ、女子の敵、撃ち取ったり。ワンパン。可愛い女子を怒らせると怖いんだからね。なんか腹立つ。あいつを倒してくれてありがとう武士。あいつは女子みんなの敵だブー。はっはっはっは、いいってことよ。めちゃくちゃ豚集まってるぜ。普通のバニラじゃ刺激が足りないという方は、ぜひこのモッドを入れてハラハラドキドキしてみてくださいね。ただし何が起きても自己責任だから気をつけてねー。みんなも脱がされないように気をつけてブー。ではではまたー。